イボミは大韓民国の女子プロゴルファー。所属はノベデングループ。京畿道水原市出身で建国大学校卒業。12歳でゴルフを始める。2007年韓国女子プロゴルフ協会入会。同年は同会2部にあたるゼニアツアーに参戦。第8戦、ソンヒルゴルフクラブにおいて、下部ツアーながらプロ初優勝を果たす。2008年にクラブがツアーデビューして、出場5試合。並行して、ドリームツアーにも参戦し2勝を挙げ、同ツアーの年間獲得賞金ランキング第1位となる。2009年、ネフスマスターピースにおいて、クラブがツアー初優勝。2010年、アンシネ、キム・ハヌル、ユン・チェヨン等と共に、クラブが広報モデルに選出。翌2011年と合わせて2回選出されている。2010年にクラブがツアー3勝を挙げ、賞金女王になり、年間最多勝ち、最優秀選手、最少ストロークと合わせて4冠を達成。同年日本女子、プロゴルフ協会のファイナルクオリファイングトーナメントに進出し、翌シーズンの QT ランキング10位となる。2011年からJLPがツアーに参戦し、最終的に14試合に出場。賞金ランク40位で自身初の賞金シード入り。同年は並行してクラブがツアー12試合にも出場していた。2012年横浜タイヤゴルフトーナメント PRGR レディスカップにおいてJLPがツアー初優勝。同年は最終的に公式戦ルプがツアーチャンピオンシップリコーカップを含めて計3勝。賞金ランク2位。2013年は公式戦日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯含めて2勝、賞金ランク7位。2014年から日本での拠点を兵庫県神戸市に置いた。同年は3勝、賞金ランク3位。2015年は7勝を挙げ、自身初の賞金女王となる。韓国と日本の両ツアーでの賞金女王は史上初。同年の年間獲得賞金は伊沢利光を抜いて、男女を通じ日本国内ツアー史上最高、獲得賞金額となった。また、6月中の賞金1億円突破、4試合連続2位もJLPがツアー史上初であった。2016年は5勝を挙げ、2年連続で賞金女王となる。また、開幕から12試合連続トップ10、11試合連続トップ5を記録し、出場14試合目での1億円突破のJLPがツアー新記録を達成した。さらに年間平均ストローク 70.0922 も同ツアー新記録であった。2017年8月 CAT レディース優勝。JLPが会員制度改正に伴い2017年 CAT レディース優勝の資格で同会入会を申請し、同時期に申請した畠岡奈紗と共に、同年10月1日付でJLPが89期生となる。同年の賞金ランクは23位でこの年まで7年連続シード入りとなった。2018年は賞金ランク83位。2019年は2016年度JLPがツアー終了時点の賞金ランキング第1位のものに与えられる3年間の出場資格で、JLPがツアーに参戦、優勝はなかったものの賞金ランク21位となり、賞金シードに復活した。同年12月、韓国人俳優のイ・ワンと結婚した。2014年、2015年、2016年他。ありがとうございます。